桜満開になり、ああ、ようこそです。ありがとうございます。桜満開になりました。去年は雨の中でやることになったんですけれども、今回は天気が味方をしてくれました。精一杯みんなで楽しみたいと思います。とらやは大運動会をもって感謝祭にしたいと思います。本日一日よろしくお願いします。カレーの提供がスタートいたします。で、皆さんお手元に受付済んでいる方はカレーの引換券があると思います。番号が振ってあると思います。1番から順番にあちらのとらやのお勝手口から番号呼ばれますので、私の方もアナウンスさせていただきますので、その番号順に受け取ってください。はい、ありがとう。あ、いいですよ。皆さん今日は聞いてくださりありがとうございます。シンプルな構成のチキンカレーになってます。じゃがいもはですね、一回素揚げして肉汁を吸っていこうと思って、素揚げしたじゃがいもが入ってるんですけど、皆さんお腹いっぱいになったでしょうか。はい、こんにちは、長野インターネットスグプと申します。お名前どうぞ。はい、エリーカリーこと岩崎エリと申します。よろしくお願いします。今日のカレーの献立は何でしょうか。今日はですね、鶏肉とじゃがいものカレーを作りました。今日は結構具材がゴロッとしてお腹にたまるような感じのカレーにしたかったんで、じゃがいもを一回素揚げして、こう食感というか形がしっかり残るような感じで後入れして作りました。今日何十食ぐらいでしょうか。今日は全部で60食ほど仕込ませていただきました。ありがたいです。皆さんいっぱいたくさん来ていただいて食べてもらえて、はい。今日はとらやの第2回目の感謝大運動会ということで、はい、大役というかお弁当係ということだったと思うんですけどもカレーには特別こだわりがあるってお聞きしたんですけども、その辺はどうなんでしょうか。そうですね、なんか本当にカレーが大好きで、はい、本当にここに住むきっかけになって、はい、本当ここでカレー出したらいいよってのりちゃんが言ってくれたのが本当に大きくって。なんかのびのびと自分の好きなカレーを、自分でいろいろスパイス調合したりして、ここまでやってるんですね。はい、やって作ってます。今日はいろんなちっちゃい子もいたし、いろんな方がいたんで、一番分かりやすいザ・カレーで食べやすいようなシンプルなスパイスカレーにしました。はい、なるほど。はい、スパイスカレーの特徴はどんなところなんですかね。まず小麦粉を使ってないんですよ。あとは本当具材とスパイスと塩だけの旨味。本当にそういうシンプルな構成で食べられてるカレーになってます。スパイスカレーは、はい。今もとらやさんで、はい、やってらっしゃるんですよね。はい、本当にちょっと自分の今やってる仕事とでうまく両立してるのであんまりできてないんですけど、はい、やってます。今後どんなカレーを作りたいでしょうか。でも本当にやっぱりシンプルにみんなが美味しいって笑顔になってくれるようなカレーを作りたいです。カレーで笑顔ですね。はい、そうです。カレーは地球を救うんで。ぜひ夢に向かって。はい。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。この後運動会ですね。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネットスグプと言います。今日とらやの運動会の司会を最初から最後まで。元気よく務めていらっしゃいましたけど。はい。すみません。自己紹介お願いします。はい。昭和のとらやに2年前から住んでます青木フートって言います。今はフートックっていう名前で長野県内でタレント活動してるんですけども、タレントさんなんですね。はい、そうなんですよ。このきっかけを作ってくれたのもとらやですね。とらやではこういったちょっと変わったイベントというか、はい、エンターテインメントな機会が多いので、そこでちょっと自分自身も長野に来て、2年経つんですけどフリーランスになって。何が自分らしくもっと活動できることかなってすごい考えさせられて、でおかみののりちゃんとかほらすごい自分らしく生きてるじゃないですか。で集まる人たちもすごい個性も強いし、すごい言い合ったりとかすることもあるんですけれども、その中で本当に自分がやりたいこととかできることってなんだろうって言った時に、喋ることすごい楽しいなと思って、でみんな笑ってくれたりとか、また来たい、あの MC を聞きたいって言ってくれた時になんか力になれるんじゃないかなと思って、思い切って喋りを生かしたタレントになろうというので今風徳としてやってます。将来の夢は何でしょうか？将来の夢は究極の応援団長ですね。はい、例えばこのトライを応援することもだし、なんか頑張ってる人とか、なんか自分らしく生きれなくて困ってる人を僕は一生懸命応援したいなと思っていて、だからまずは僕が風徳タレントになることで、こんなに振り切って生きるってすごい楽しいんだよっていうか、振り切って例えば何でも 100% 以上振り切ってやってみる、思いっきりやっちゃうっていう、例えば恥ずかしいとか失敗したらどうしようとかそういうことを考えるんじゃなくって、まずは失敗してもいいから一生懸命やってみようっていうので、自分らしく振り切る楽しさっていうのを伝えていきたいなと思っていて、だから、ある意味苦手なこととかちょっと自信がない人の味方でやりたいなと思っていて、それをエンターテインメントを使って、ね、君らしさってこういうのだよねっていうのでこう面白おかしく盛り上げながら究極な応援団長になれればなと思って、長野県内をもっと巡ってみたいなと思ってます。はい、今日運動会の中でスタッフ同士でこう打ち合わせしながら進行していく、そういう場面が何回かあったと思うんですけども、あれはねでも独特ですよあれは虎屋敷ですね。おかみの先ほどのお話だと、いや家族なんだからなんてそんなようなことをおっしゃってましたけど、まあ甘えないでほしいですけどねそれは家族だから確かにそうなんですけどね。だから素直に言い合えたりとか、こうブラッシュアップしていく、臨機応変にやっていくっていうのは家族だからできること、だけどね、これから多分もっと虎屋だったり千曲だったりには初めましての人もたくさん来てほしいから、そういう人にももっと楽しんでもらいたいとか、こうドキドキしないようなこうなんでしょうね、おもてなしっていうんですか、そういう気持ちは大事にした方がいいかなって思います。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、赤組の団長はエリちゃん、白組の団長は私でお送りします。はい、改めてね、またご挨拶させてください。そしてリーダーを決めております。実際に戦っていただく中で赤組と白組のリーダーを指名しておりますので、こちら後ほど紹介させていただきます。そのリーダーのもと団結して赤と白に分かれて頑張って戦っていただくと、そしてこの神山田を味わっていただくというところでございます。それでは赤組のリーダーの発表です。赤組のリーダーは小田ちゃんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして白組のリーダーは山哲さんです。よろしくお願いします。よろしいですか？選手入場。どちらでしょう？ A. インド B. スリランカ。さあ分かれてください。さあ皆さん分かれてください。正解はマイクロバスでしたスリランカです。4です。4回飛んでおります。みんなで恥さらし大丈夫ですか？何をしてるんですか、この光景。みんなわかんない。一番最初。ここにしん。はい、回答はそれでお願いします。はい、どうぞ、小田ちゃん。とこにしんや。何？どこにしん。そう、残っててください。何の人？20代の頃モテそう、モテてそう、20代の時モテたよ感謝状を皆さんに送ります。桜を見るとあの日を思い出します。あれから2年経ったんだな。トライアはみんなに心配されながら2年を過ごすことができました。銀行さんも毎週来ます。大丈夫かって言われます。ある方に言われました。大丈夫かって言われた時に大丈夫って言ったら、それはトライアーをやることがお前の天命だと。だから頑張れって。だから頑張ります。これからもよろしくお願いします。2周年迎えることができたので、昭和のトライア万歳にしたいなと思っております。よろしいでしょうか。はい、万歳3回やりたいと思います。はい、私に続いてください。では行きます。戸倉神山田昭和のトライア万歳。万歳。万歳。はい、こんにちは。長野インターネットすぐくと申します。今日は長野県は戸倉上山のトライアに来てますが、今日イベントがありました。イベントの主催者、何のイベントがあったのかご紹介ください。はい、トライアみんなに感謝祭、大運動会第2回だ。第2回行ってなかった。第2回の大運動会がありました。もう声がかすれてますけども、今日の運動会はどうだったでしょうか。ちょっと長すぎたけど、みんなに楽しんでもらえて嬉しかったです。桜の木の下でね、本当ありがとうございます。開業当時、この窓から桜が見えると、そんなお話をいただいてたんですけども、本当に素晴らしいですね。本当そう。もうなんか自分家の庭のように本当に嬉しいですね。窓から見える桜を見て、あ、また今年も1年過ぎたんだってそんな思いです。なんか結局ね、トライアって。トライさんってよく呼ばれるんですけど、みんながいてトライだと思ってるんですよね。だからトライさんって言われるとみんなのことを思い出すんですよ。あ、だからトライアっていうのはみんながいてトライになる。だからこそ私はみんなに感謝しかないなと思ってるんで、まあ、いつもの感謝が中心ですね。そうですね、本当それしかないですもん。だって私何にもできないからさ、本当みんなにありがとうしかないんだよ。ありがとうございます。本当にありがとうございます。スタッフのメンバーがいろいろとこう話し合いながら進行していく中で、いろいろこう意見を出し合ったりその辺はどうでしょうか。それはね、やっぱね、家族だからね、言い合ってても違う捨ててもキロッとしてるんでね、やっぱ一緒に暮らしてるんで、本当家族のようにありがたいですね。お互い言いたいこと言い合ってまあ今度第3回に向けて行こうと思ってると思うんですけど、業務員はちょっとお願いします。そうですね、やっぱり桜が咲くとまた1年、桜が咲くとまた1年と思うので、この桜を見るがためにまた頑張りたいと思います。桜のために、そう、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はいよ、ありがとうね。はい、頑張ってください。